はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ザナド、88ですね。やっていきましょう。確かね、前回はここ入ってきましたよね。入り口がここで、でこう行ってこういったところなので、あと右にで行っても、まあまあ今回レベル上げとお金稼ぎに来てますので、ここまで行けたら、引き返しましょう。で、レベル4に行く準備をしたいと思います。じゃあやっていきましょう。もうね、このシリーズもね、パート60です。60でまだレベル6、4にしか、レベル3にしかいないので、ちょっとね、ビビっておりますが、これもカンカン打っていくんだよね。気をつけないと。よし、3発だね。いやいやいや。あ、倒しちゃった。4発当てたかな。あ、2発の方がいいのか。うわっ、おう、おう、おう。おお、怖い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 。あ、なんかあそこにあるんだけど。あ、宝箱開け直せない。いくら ?80。いやー、でも、ああ、これ私、どうなんだろう。あら?しまったまたフードここで無駄に消費しちゃう。フードの減り方が早い。まあお金は貯まってきましたけどね。うわ、早い早い。これ4メガでやってるよね。でもうこっから1本うん、うわ、ちょっと待って、あれ、あのね、私が見てるんだったらね、ここにポイズンがあるんですけど、今ここにあったね、ポイズン。おお、ゲットポイズン。ああ、いや、それか、取っちゃったのか。そんな罠置いてんのあ、次もあるわ、その罠が。ひってー。これで、あ、まだ先だね、あるの。おお、とりあえずちょっと痛みつけよう。おお、ちょっと待って、あ、ロードデータ、あ、もう私あれないんだ。はあ、ちょっと待って、べらぼうに強いんですけど。おお、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、全然話になんないんだけど。カルマついてないよね。ここだけやっつけていこっか。2発ね。ちょっと。逃げないで、逃げないで。で、これ80ゴールドだね。いや、びっくりした。えげつないね。で、一発殴っときましょうか。どうすりゃいいんだろう。とりあえずもうレベル4に行っていいのかな。いや、レベル3の敵でまた倒せないんだよ。ちょっと待ってね。しちゃった、何が足んないんだろう。 あらら、なんか変なことになっちゃった。あ、これか。でこれどこにあるんだろう、次のやつね、次のそのレベル4に行く。
あ、これか。扉2枚か、鍵2枚か。今ここだから。今ここだよね。うん。ここだから降りてって、あ、ここ、開けないといけない?遠回りするのか。遠回りが嫌なら鍵使えよっていうことか。すんごい遠回りだもんね。はえー、どっちがいいんだろう。いや、普通に行こうか、戻ろうか。ここまで戻らないといけないということね。いや、もうね、これパート60でしょ、おそらく今回が。パート60って単純計算すると4パートで1時間なので、もう10時間以上。ね、15時間ほど使ってることになるんですよね。ほんと皆さんもね、いろいろ見ていただきまして。頭の3匹は、あれしないとまずいかな。あ、もう一発いけんだね。あ、やっちゃった。しまった。数字、見方間違っちゃった。めちゃくちゃ強くなってきてんだけどね、この魔法もね。おいくら ?30 ゴールド。48ゴールドはダメだね。ダメなのになぜ魔法を使ったんだろう今。もうこれみんな殴るしかないじゃない。540、580だったら倒しちゃうでしょこれ。魔法を使っちゃうとね。めちゃくちゃこの魔法強くなったね。ははは、開かない。まあダメージ食らわないからね、いいんですけど。ちょっと待ってね。あ、魔法でも47だね。デグデグなんちゃらね、これ。ああ、ショートソード、じゃあちょっと辛いんだね。ああ、いやー、なんだろう、この忘れちゃいけないことを忘れてしまうってのはもう年と思っていいのかな。おお、ほら来た。なんとなく予測してたんだよこれね。もう逃げる逃げる逃げる。5発いけるね。いやいやいや、5発いけないや。これ4発だよ。これはもう一発いけんね。あとちょっと分かんない、どれか。やばい。うわー、倒しちゃった。ちょっと待って、背中からやられたらすっごい効いた。でもダメージは受けないといけないんだよね、成長させるって意味じゃ。あー、これがほんと難しいな。ほんとフードがね、フードの状態があるもんですから、無限に生きていけないんだよね、この主人公はね。というか、このゲーム無限に生きていけないんだよね。いずれ飢えて死ぬんだよね。そういうことだよね。で、あ、またいた。もう一発。誰をどこまでやっつけたかちょっと見ておかないといけないんだよね。で、こうかな。かといって、将来的には、おお、おお、いった背中見せたらやばいんだね、これ。将来的にはね、戦士の方のレベルも上げていかないといけませんから。削っちゃえ。何気なく後ろから殴られたら痛いもんね。
私魔法のレベルが上がってるはずなので、4までいけるはずなんですよね。違う、それじゃない。イクイップね、アイテム。あたたた、デッドポーション。ちょっと待ってちょっと待って、6000しか上がんないか。いや、もうとりあえずこっち行こう。やばいのがあの目玉だよね。あ、目玉出てこないね。あ、こんなとこいた。うわ、危ない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 。うわ、危ない。うわ、ちょっと食べ食べ食べた。死ぬ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 。死んだな、これ。何が足んないんだ。何が足んないんだ、これ。ああ、そうか。とりあえずあれは残しておこう。やばいから。あー、でここいっ、ちょっと戦略考えれないね。いやー、戦略が考えられない。もう一回。もう一回だね、これね。あー、これはむずい。あと一回いけんのかな。いや、ヒット700とか書いてるから無理だね。みんな殺しちゃうね、魔法だと。いや、これはほんと、ちょっとこれ装備買い替えりゃいいんでしょうけど、ゴールがないんですよね、私ね。あー、ほんと装備欲しくなってきたね。これ私レベル4でなんとかしようと思ってるんでね、攻略ページ見てますので。うわっ、ジャパクサマー立つわいや、今回これリセット入れましょう。で、これ鍵開けていけるのかどうかを検証しましょう。あ、しまった、やばい。セーブされちゃうんだ、これ。やばいな、バックアップ取らないといけないね。あ、あら、入れない。ちょっと待って、入れない？これしかないよね。いやー、これはちょっと、痛いなぁ。私レベル足んないのかい、まだ。ちょっと路頭に迷うよね。はあ、私これ積んでる、ひょっとして。いや、皆さんから積んでるとはまだ言われてないので多分大丈夫だと思うんですけどね。大丈夫だと思うんですけど、もうここしかないよね、レベル4に行くの。ちょっと待ってね。ちょっと待って。私今ね、経験値がね、ちょっと待ってね。経験値が17000、あ、違う、36530でしょ。36530だったら、36530だったらね、あ、レベル4になってないのか、私。レベル3なのか。いや違う、もう私レベル5だよ。まあもしくはレベル4だよ。レベル4は、ウィザードはレベル4が1万7000でなるっていうのをいただいてますんでね。で、今3万7000だからレベル5にもなれますし、レベル5かもしんない、今。で、レベル16までが最高なのね。あ、そうだ、ペンダント使いゃいいんだけどね。ペンダント使いどころは、扉3枚に囲まれてる塔とかね、考えてるんですよね。あ、
こっち映っちゃってたね。ごめんなさい。連絡帳が映ってました。ごめんなさい。これ皆さんからいただいたコメントをね、したためてるんですよ。ここね。まあ、ここは私適当にやってるんですけどね。ここはね、近況まとめの方は私がいいなと思ったものを入れてるだけなんですけど、バトルゴリラもやってないね。いや、そんなこと今言ってる場合じゃないんだわ。言ってる場合じゃないんだわ。いや、これちょっと今すごく辛いところに来てるな。ちょっとこれ戦略を練らないといけないな。これレベル4の敵が、あ、レベル3の敵すら倒せないのに4に行っていいのかどうか。悩ましいなぁ。すごく頭抱えちゃうね。ちょっと待ってたね。一度攻略を見てみましょう。多分私帰る、レベル4にまだ通れないの？レベル3だよね。レベル4に行くには、ちょっと待ってね。ザナドゥの攻略、他の攻略見てみましょうか。あ、それは後にしよっか。うわー、とりあえずちょっとね、困ったな。あー、ちょっと困ったな。というわけでね、ちょっとこの辺で終わっておきましょうか。だってそれしか書いてないもんね。ここ3でね。で、ああ、ここね。2万ゴールド貯めて。秘密の塔を攻略したでしょ。鍵を 50g、じゃあアデプトの称号に出したらレベル4へ。レベル4へ。レベル4に行けないんですよね。私も、私まだレベル3なのかな。となると、レベルを1個上げてこいと。勝てんのかな、レベル4の敵に。塔に入らないといけないからね、この塔。ねえ、またアドビの宣伝出てるね。私アドビに興味ないのに。ああ、なんか飛んでっちゃった。いやいや、あ、そうか、今ストップって出、ストップアドって出たのか。いやー、これはちょっと、これセーブされちゃうんだよね。あれ使っても、デーモンクリスタル？ん？デーモンクリスタル？デーモンリング？ん？ファイアークリスタル？あ、まあいいや。レベル1個若返ってちょっと検証しましょうか。次のね、次の動画検証しましょう。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。ザナドゥ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。